白雪姫のお友達、蝦夷縁起作。4月25日、待ちに待った雪解けの森に先陣を切って爽やかな青から青紫色のお花を咲かせる蝦夷縁起作。一年のうち地上に姿をとどめているのがわずか 4、5 週間というスプリングエフェメラル、春の短命植物の一種です。4月上旬から中旬の雪解けと同時に地下茎から芽を出し、花を咲かせて種をつけ、5月の中旬にはもう地上から姿を消してしまいます。輪唱を真っ青に染める様子が見事な蝦夷縁起作ですが、一つ一つの花をじっくり見たことがありますか？左の写真の蝦夷縁起作の花には11個の小さな花が集まっていますが、そのうちの一つの花の中央の白い部分をよく見てみてください。グリム童話の白雪姫に出てくる豊かなあごひげを蓄えた7人の小人さんの顔に見えてきませんか？マクロレンズで覗き込んで思わず大笑いしてしまったのでした。